お、どういう時に開けるんですか？多分普通は開けないですね。もうメンテナンスの時とか。そうですね。大体充電って何時間ぐらいですか？12時間ぐらいなんですけど、別にエンジンでも充電されるんで。なるほど。まあこんなかこんな感じで。楽ですね、家の中から。そうですね、楽ですね。だいたい距離ってな、200メートルらしいです。200メートル、はい。だいぶ広くなりましたね。広くなりますね。中央付近ちょっとがちょっとピタッとくるかも。感覚的に。え？その盛り土ってのはなんか塹壕みたいな、なんか。そうですね。何かをするためのまあヒルゼン郷土博物館の館長さんの話では。その軍隊が何かをするためのまあ盛り土じゃなかったんかという、まあこれですね、ちょっとこれも分かりづらいですけど、ああなんか腰ぐらいの高さまでこうぐっと盛り上がってずっとこう広がってます。ここでなんか打ち合いみたいな、なんかそうですね、こういう盛り土がもうあっちこっちあるんですよ。まあ多分ちょっと隠れるところとか、そこですよね。はい、使われたんじゃないですかね。ちょっと動画では分かりにくいですけど、なんかあれですよね、なんか塹壕みたいな感じですかね、なんかくぼみみたいなのが。そうですね。確かになんか機銃とかね置いて、あそことみたいな。そうですね、ね、これは防空壕。はい、これは中
畜物ですね。これも訓練の一部としてなんかあったってことですよね。住んどる人たちがいたくなったらここに逃げ込む。あれですよね。だから基地があるからやっぱそういうのを想定してってことですかね。あ、その低いのとボタンとセルモーターと電力がないときはやはり困ったときはこっちですね。あ、そっちです。いざというときは。その草、そうですね、これぐらいがおへそのあたりぐらいですかね、はい、目安ですね。それ超えちゃうとやはりあのやっぱりちょっとこのパワーでは今ちょっと難しいかなという感じですね。まあこのさらに上のパワーのやつとかもあったりするんですか。ありますね、はい。そうですね、まあだいたいどうのこうので37万円ぐらいですか。で日本製やっぱ日本製はもうその2倍とか3倍とか。ああ、なるほど。ちょっと買えないですね。いやなるほどね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。